はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はですね、菊水酒造のお酒をね、こちら地元のね、新潟県の僕の地元の酒なんですけど、買ってきました。これ、楽天で買ったんだよね。楽天で、購入しましてですね、こちらね、蔵元直送ということで、蔵元にね、直送便、でね、ちゃんと段ボールにもね、菊水。ね、書いてあるね。結構、あ、すげえな、って思いました。それではね、早速、開けていきましょう。よっこらセット。パカッ。箱の中にさらに、箱が。うい。じゃん、じゃん、じゃん。菊水、清酒。書いてありますね。いろいろなんか書いてありますけど。よっちゅ。そして、今回買ったのが、こちら、じゃじゃじゃーん。菊水のおばんです。という日本酒ですね。はい。こちらね、おばんですっていうのはね、うちの地元だと、まあ、いわゆるこんばんはって意味なんですけど、まあ、おばんになりましたとかね、よく言ってたんですが、うん、まあそういった意味。ね、おばんです。うん、1.8 リットル、これ、一升瓶です。飲み焼きしないすっきりとした味わいが特徴です。冷やでも缶でも変わることなく、冴え渡り、魚の味を際立たせますって書いてあります。で、味わいが、まあ、辛口、淡麗と中間の間ですね。で、香りが一番穏やかな、この、ね、グラフというか、ね、なってます。そして、ロックには合わない。冷やしては丸。常温は丸。人肌感丸。熱感も丸となってます。そして、ね、これがね、値段が、送料込んで2200円ぐらいだったかな。楽天でね、2200円ぐらいしました。送料入れなかった1500円ぐらいだったんですけど。これ結構もともと安いやつなんだけどね。まあ普通酒なんですけど。普通酒で、一番、まあ、定価で多分、そんなにしない。1.8リットル1500円。確かに。菊水。確か1500円ぐらい。だった気がするけど。ちょっと今ググってみましょう。普通酒。で、すっきりとした辛口。精米具合が 70%。アルコール度数が15度。なってます。1.8 リットルで、定価が1553円。税別となってます。はい。でね、これなんで買ったかっていうとね、菊水の中でね、一番辛口っぽいですね。うん。菊水酒造の中でも、一番、辛口らしいという。俺がね、勝手に、いろいろ見たんですけど、うん。おそらく辛口ではないかと。菊水の辛口よりも辛口ではないかと思い購入しました。まあ、グラフとかが書いてあるんですけど、それで一番ね、見た感じね、大体辛口になってると。それではね、飲んでいきたいと思いますよ。で、これね、この菊水のおばんですっていうのはね、売ってた
なこと見たことないんですよね。うん。新潟にいたときに。うん。見たことないんで、ね。買ってみました。多分、新潟の地元でも売ってないんだよね。見たことない。それでは、乾杯。ああ。なんて言うんだろう。甘さが、ああ、口に入れた瞬間、この、もうキリッとして、淡麗ですね。うん。ものすごい淡麗。うん。で、俺、日本酒で一番好きなのが、普通酒の酒が一番好きなんですよね。なぜか。うん。まあ、バカ舌なんでしょうけど。大吟醸とかになると逆にまずい。甘くて嫌いなんですよ。うん。うん。でね、このおばんですの本醸造バージョン。これ普通酒なんですけど、これの本醸造バージョンと思われるのものが、一応菊水にもあって、菊ラベルっていう、菊ラベルっていう本醸造のね、お酒もあるんです。これはちょっと高いですね。1800ml で、1772円となってます。うん、これ若干、高いです。キクラベル。で、これもね、辛口の味わいマップっていうのを見ると、辛口、これと同じ場所に辛口の度合いなんで、そこそこ辛いんではないかと。これも実に、あれですね、すっきりしてますね。菊水の辛口は俺全部飲んだ。菊水の辛口も全部飲んじゃった。菊水の辛口は、値段が、ああ、いや、割と高いですね。まあでも、菊水の辛口割とどこでも売ってるからね。どこでも売ってるんで、そういう意味では定価で買えるっていう意味で、菊水の辛口の方が、あれかもしれないですね。うん。うん。あ、美味しい。美味しいですね。これは。ああ、これ美味しい。ああ、うまい。このなんていうかすっきりして、ああって感じ。この辛口で、香りも少なく、そして甘くなく、この旨味と、でも一つ違うのがあるんですけど、ここにも書いてある通り、菊水の辛口とか先ほど言った菊ラベルに比べるとですね、なぜか厚感が丸になってるんです。で、菊水の辛口とかは、オンザロックが丸になってるんですよね。ということはこれは、厚感が丸って書いてあるんで、厚感にして今度飲もうかなと思います。まあ、あれもよくわかんないですけど、丸がついてるからとか、まあ、ぶっちゃけ話していく。日本酒をオンザロックで飲む人間って、そんなにいないんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあ、どちらかっていうと、やっぱ寒い。うん。夏に飲む人いるのかな？だいたい冷やですよね。オンザロックで飲む人いないですね。冷やしては飲むと思うんだけど、オンザロック飲む人いるのかな？思いますけどね。
あ、美味しい。この飲み焼きしないこの味がいいよね。あ、やっぱり。今度あれだな。熱燗にして。やっぱね、燗はやっぱ熱燗ですよ。あの、ぬる燗とかダメっすね。あ、ぬる燗とかダメなんですよ。あ、やっぱり。あ、やっぱ熱燗だよな。あと、菊水で美味しかったと思ったのが、白キャップっていう、多分一番安い、ああ、違うね。値段としてはこれと同じなのか。これと同じやつですね。普通酒のやつ。うん、ちょっと甘いんだよね。うん、ちょっと甘口のやつ。白缶っていう、まあ白ラベルっていう、白ラベルっぽいやつ。これも割と美味しかったですね。まあ、純米酒とかもあるんですけど、うん、純米酒とかはね、あんまり、うん、あんまり好きではない。あと今の時期だとこのゴロハチですかね。ゴロハチ。あ、なんだこれ。菊水の辛口味噌なんてな。はい。見たことない。あ、そうだ。スーパーにね、あの、腰の完売だったかね、八海山のね、酒粕売ってましたね。俺酒粕大っ嫌いなんですけどね。うん。酒粕と、あと、あの甘酒ね。甘酒が大嫌いでね。うん。おばんですは地元柴田地方で、こんばんはという挨拶言葉。越後の酒らしい、淡麗辛口で、冷やでも熱燗でも、その切れ味の良さを楽しめます。うん、酒の魚とも相性も良く、毎晩でも楽しめる嬉しい一本です。最近あれですね、日本酒がハマって、最近ちょっと、日本酒にハマり始めた。やっぱ寒いからか。寒い時期ってさ、あの、ハイボールとかさ、飲んでるとさ、すんげえ冷えてくんのよ。すでに、俺、あの、貧乏なんで、あの、あれはつけてないんです。あの、暖房ね。暖房つけてないんですけど、だから、常に、あの、ジャンパーを着て、やってるんですが、もう13度とかね、部屋の温度13度とかなるんですよね。下手したら12度とかね。今そのぐらいのレベルなんですけど、今深夜2時ですからね。これぐらいになるとやっぱり、だいぶ、冷えてくる。じゃあ当たり目をね。
ローソンで購入した硬い梅をいただきましょう。あ、梅。うん。日本酒ってさ、安くて、うまい日本酒っていうのが、なかなか、うん、あるにはあるんだけどね。うん。まずいやつはとことんまずい。安いやつはね、とことんまずいやつあるから。むっちゃくちゃ安いやつは丸とかさ、ああいうの、恐ろしいまずいんで、嫌いなんですけど。あ、うまくて、なおかつこう、値段のラインで、見ると、だいたい腰の完売の白ラベル、とかが、安く売ってる店ねえかな。地元の酒屋だと、東京なんでやっぱなかなかないんですよね。うん。腰の完売と、あと八海山と、あとこの菊水。うん。逆にアマゾンで買った方が安かったりするんだよね。これが。そこの酒屋が高くてさ、酒屋っていうよりさ、酒屋っていうより、なんていうかな。日本酒とか取り扱ってる酒屋じゃ、なんだけど、どちらかって言ったらワインの方が多いんだね。ワイン系の。ワインが6割売ってて、で、あと適当にまあいろいろ売ってるみたい。だから本当に、あれなんやったら、もう、錆びれた酒屋みたいなところが一番いいんだろうね。うん。今度そこ行ってみようかな。もしかしたら売ってるかもしれない。意外と。意外とっていうか、逆にそっちの方が売ってるんだよね。定価でね。うん。定価で、販売してる店ってそういうところだから、大体言っちゃ悪いけど、例えばもう今にも潰れそうなさ、なんでこれ潰れないんだろうっていうような酒屋みたいなところが逆に売ってたりすんねん。俺も前、そこ行ったことあるんだけど、一回だけ。錆びれた酒屋があるんだけど、そこ行ったことあるんだけど。その、ウイスキーとかをね、見たら、もう普通に、ブラックニッカの、あれ、なんだっけな。ブラックニッカの、ブラン、あれ、なんだっけ、ブラックニカ、あれ、なんだっけ、何十年のやつ。今もう終売してるやつ、普通に売ってたから。なんだっけ。ブラックニカのスペシャルじゃなくて、あれ、なんだっけ。俺がすっげーうめえして、絶賛したやつ。確か5つ押し付けたんちゃうかな。もう今はなかなか、あ、8年。ブラックニカ8年。これね、平成27年。8月31日に終売になってしまった。このブラックニカ8年がさ、普通に売ってて、ただちょっと高かったけどね。定価よりかちょっと高かったけど、そこの店。これくっそうまいんだよな。
これがクソうまくてな。8年もののさ、ウイスキーが、これ、俺普通にうめえうめえって買ってたけど、確か、いくらやったっけ ?1200 円か1300円ぐらいで買えたよね。1200円ぐらいやったかな。うまかったよね。ブラックニッカ8年ね。あと他にブラックニッカスペシャルも売ってたし、まあ、スペシャルはあれなのか。今でも売ってるんだっけ。ブラックニッカスペシャルって今でも売ってるんだ。あ、今でも売ってます、ね、普通にアマゾンに売ってる。ああ、辛い。辛口だね、これ。ああ。ああ、ブラックニッカスペシャルってアルコール度数 42% だったんだ。結構人気あるよね、ブラックニッカスペシャルはね。俺8年の方がうめえって言ってたけど。ああ、個人的に俺は8年の方が好きなんだよね。ブラックニッカスペシャルよ、いうかやっぱ8年の方が断然うめえなと思って。スペシャルは大してうまくないなと思ったね。なんか薄い?コクがないっつうか、薄い。うん。これ買うんだったら、ブラックニッカのディープブレンド買うね。うん。ちょっとあれになったけど。まあ、菊水酒造は本当に美味しいですよ。うん。で、東京の人にもおすすめですね。あれとどこでも売ってるから。うん。てか、コンビニでも普通に売ってるから。見たらあるよ。うん。特に、俺がおすすめするのは、菊水の辛口ってやつね。普通に売ってんだ、これ。コンビニでも普通に売ってんだよね。うん。で、辛口が好きな人。まあ、日本酒好きな人で大体辛口好きとかって、だと思うんだけど、どうなんですかね。やっぱ当たり目うめえな。日本酒屋にはやっぱ当たり目するめっすね。ああ、寒い。マジで寒い。菊水のこの菊ラベル買ってみようかな。これな。菊ラベル。あ、アマゾンにも売ってる。あ、たっか。アマゾンに売ってるけど、たっか、これ。こりゃ高えや。どこで買おうかしら。いや、意外とこの、菊水の、あ、違うわ。楽天か。楽天で買った方が多分安いぞ。値段が1914円、 1.8 リッター。これにプラス500円か700円ぐらい送料かかるから、これ今度買ってみようかしら、うん、これまだ飲んだことないからね。
ちょっと実験で。これいくらかかるんだろうな、これ。送料がプラス540円だ。これならまだ、あれですかね。買おうかしら。ポチった。ポチった。アマゾンでポチった。アマゾンちゃうわ。アマゾンはクソ高い。楽天でポチった。あ、うめえ。やっぱりうめえや、これ。うん。うん。ということでね。もうそろそろクリスマスシーズンですけれども。皆さん、ね、クリスマスは誰かと、ね、予定入ってますかね。まあ僕は入ってないんですけど、香りはまあ、そんなしない。これは美味しい。うん。まあ、値段が、ちょっとあれだよな。そこいらで売ってれば、麺だけど。これは、うん。まあ、こんなもんだろ。2、1224です。おしゃれになりました。